そのベッド行こうよ。え？そのほら今日はするよね。 BL スキップ。近藤陸のマネージャーで神谷と申します。よろしくお願いします。ああ君が例のよく記事になってるよね。見るよ。お恥ずかしいです。イケメンすぎる芸能マネージャー、いやー本当にかっこいいね。あの本当に自分ではタレントやらないんですか？そうですね、僕は。もったいない。なんてお前が話題になってんだよ。葵とのことせっかく週刊誌に売ったっていうのに、いつの間にか事務所の話題作りってことで落ち着いてるし、クソが。パパの会社を辞めさせたのにまさかマネージャーになるなんて。ちょっと顔がいいからっていい気になってんじゃねえぞ。りっくん SNS のフォロワーすごいんだね。元気が出るハグ流行ってるよね。ありがとうございます。今日はもう誰かと撮ったの？おい君、それ俺とも撮って。うわ出たよわがままバカ社長。りくくん、あーやった、ありがとうございます。社長さんと撮れるなんて嬉しいな。おう S&A フーズってサッカーチームのスポンサーしてますよね。社長さんもサッカー好きですか？まあ。今度一緒にフットサルしません？距離近。葵くん、お引っ越し&渡るくんと同棲おめでとう。ありがとう。今日から新居なんだっけ？うん、さっき自分家引き払ってきた。いいとこ見つかってよかったな。渡るくんのつてでいい不動産屋紹介してもらったから。この間の報告からあっという間だね。渡るくんと両思いになれたんだ。ようやくだな。どうだった？行ったんだろホテル。どうって昨日は話しただけ。泊まったんだよな。押し倒さなかったのか。もう渡るくんピュア。あれからも進展はないわけ？うん、忙しかったから。でもついに一緒に住むんだし、じゃあ今日柄にもなく緊張してきた。こっちが照れるよ。あ、渡るくん。あ、噂をすればだ。あ、こんにちは。葵くん、遅くなってごめん。迎えに来たよ。帰ろう。かっこよすぎる。かっこよすぎる。強すぎる。うん？葵くん、どうしたの？渡るくん、やっぱりめちゃくちゃイケメン。別にメガネ新鮮だなと思って。メガネやば。変かな？うん、かっこいいよ。本当に最初は誰でもよかったはずだった。でも渡るくんみたいに真剣に向き合ってくれて怒ってくれる、こんな人他にいなかった。渡るくんはいつもかっこいいよ。本当？もう渡るくんじゃないとダメだよ。葵くん、ありがとう。俺ずっと誰かを好きになりたくて恋人がいる人たちに憧れてた。でも好きな人って作ろうとしても作れないし、
周りが思う俺と本当の俺がどんどんずれて、どうしていいかわからなかったけど、葵くんと会った時、絶対また会いたいって思った。そんな気持ち、初めてだった。葵くん、俺と会ってくれて、俺と一緒にいてくれて、ありがとう。葵くんは、俺の初恋だよ。俺がこんなこと言うのは、おかしいかもしれないけど、俺もこんなに好きになったの、渡るくんが初めてだよ。本音だけど、やってきたこと考えるとすごい矛盾してる。そんなわけねえだろって思われるかな。やっぱり初恋の人とこうして一緒にいられるなんて幸せだな。渡るくん、俺といて幸せだって言ってくれる人、そんなこと言われるの初めてだよ。メガネかっこいいけど、キスするには邪魔かも。そっか。笑いながらキスするのも初めて。渡るくんと会ってから初めてのことばっかり。俺の初恋もきっと渡るくんだよ。やばい、めちゃくちゃドキドキする。渡るくん、そのベッド行こうよ。え？そのほら、今日はするよね。え、それはもしかして、ん、しないとか言わないよね。あの、なんていうか、それはまだ、それは、ちょ、そんなクソエロい顔でキスしといて、本気？ごめん、エロい顔？どうせ初日だよ、今日やんなくていつやんの？だって俺たちまだ付き合って1ヶ月ちょっとしか経ってないんだよ。日本語なのに意味わかんないんだけど。まだその今しかできないことがあると思うし。例えば？俺は順を追って丁寧にお付き合いしたいっていうか。渡るくん、俺たちもう大人なんだよ。だから交換日記からお願いします。は、交換日記？何それ、知らないんだけど。あと次のオフは映画館行こう。水族館でもいいよ。うん、水族館は行きたい。お、カフェでケーキも食べる。うん、食べよう。葵くんは他に行きたいとこない？渡るくんなら信じられる。はあ、猫。え？猫カフェ。渡るくん、猫好きって言ってたでしょ？猫カフェ、いいね、行こう。渡るくんが俺の初恋で、そしてきっと最後の人になってくれる。BL スキップ。BL スキップは、胸キュンだけを集めたオリジナルボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。こちらの作品は、ブックライブ様とのコラボ作品で、コミック版には
コミック限定の胸キュン追加シーンもございます。ぜひ合わせてお楽しみください。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。